どうもおてるです。新三国無双2無双モードシナリオ味方全員生還目指して頑張っていきます。転移ですね、ラストシナリオやっていきましょうか。ここまで押し込まれるとは。リクソンめ、弱敗者と侮っていたが、見ておれよ。さあラストステージは合肥新城包囲戦ですね。まあこのステージはね、もうほんと味方の士気が低すぎて、かつ敵の士気はめちゃめちゃ高いんですよね。おかしいよね。で今回僕は軍団長ですね。まあ、だからなんだっていう話なんだけど、まあ装備はこれだね。まあ昆布太鼓あった方がいいけどな。ちょっと待ってね、孫権の指揮は、うわきついな。いや、引き下げするタイミングとかなさそうなんだよね。いや、ここはもう、コブ太鼓抜かそうか。これでいこう。敵を本陣に近づけるな。よし、まずは長将か。あいつを倒しましょうか。味方部隊が敵の背後を突くまで耐えよう。まあ、別にね、このステージ本当ね、強い武将だったらいいんだよ。そんな難しくない。下はうまいね。残キャ、え、待って、弓いてんだけど。びっくりするぐらい弓いた。残キャラとかだったら大したことないけど、転移とかこういう微妙なキャラだとなかなか辛いですね。芝居とかも最悪だったもん。拠点打ちんの早すぎだろ、ほんと。もうね、ほんと新無双ランプで立ち回ってるしかないんだよ。絶対割り込まれるから。気を引き締めてかかれ。いや、ほんときついよな。誰か回復持ちいねえかな。いや、あえてもう瀕死になってやった方がいいかもしれんけどね。ただいま敵の小詰が到着した模様。やはり来たか。帰り討ちにしてくれよ。最悪だよね、この状況。出過ぎだぞ、自重せよ。あなたが噂の方です。楽しみましょう。ここの門を開けとくとね、諸葛金たちがこっちから来るんで、絶対開けといた方がいいですね。いや、あいつ賢いな。独自でぶっ倒そうかなと思ったけど、賢いわ。
なんだその動き、絶対わからんて。当たんねー。敵ではありませんか。いや強よ。これ新鋭隊長だな。まだ死ぬわけにはいかないの。我らも遅れを取るな。勝て、マジで勝てえな。よいしょ。よし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 。100かよ。そんな回復しないんだ。友軍と合流いたしましょう。貴様の部分もここまでのようだな。さあ次は大使。もうほんとね、これで戦うしかない。言って権威の強みだね、この新武装ランプの強さは。いってい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 て、何すんだお前ら。ちょっと待て、やばいな、弓がいる。もうお互い合わせ押せよ。お前どこ向かってんの。壁に何もないぞ。中央はね、結構新鋭隊長がいるんですよ。肉まんがいっぱいあるんだよ。危ねえ、今危なかったな。今弓強えな。絶対馬乗れねえわこれ。ほんと馬乗れねえわ。敵は手強い。油断するなよ。大都督どこ行った。ボロボロ、命を無駄にするとはな。なんだ。敵もやりやがる。気を抜くな。弓強っ。本当に、ほらやった。どこにいるんだ。いや、話した。そう、湧いてくるな。あ、ちょ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 。よし、オッケー。この私がこのようなところで一丁上がりだぜ。
合流したところで何とする。で次はね、あれだね、あいつだ、孫将かな、あれ、あいつら倒しておけば、あの援軍はね多少は持ちこたえる。結構鼓舞するね。こりゃ参ったわ。うわやべ、弓いる。マジか。出過ぎだぞ。自重せよ。これは危ないぞ。まさか、もう援軍が来たのか。援軍来ちゃったよね、本当に。来ないと欲しいわ。援軍突撃せよ。これで決着をつけるのだ。まだイベントあんのか。この扉開くイベントっているかな。オッケー、やばっ。弓のエイム力やばすぎだ。援軍が到着するまで耐えよ。せめて援軍来た時さ、士気6ぐらいにしてくれねえかな。割に合わないんだよね。出過ぎだぞ、自重せよ。で上行って艦内ですね。まあ多分ね、あとは自己死、自己死さえなんとかすればクリアできると思う。結構意外と早くね敵武将を倒せてるんで、味方は大丈夫そう。艦内はねちょっと体力満タンでいきたいな。満タンは無理かな。いた。お前だ。こいつ。こいつこいつ、やばいやばいやばい、弓が。こういう時ね、ザンあればめちゃめちゃ楽なんだけどね。これもし100だったらマジ何の意味もないから。肉まん、せめて3つ。ふざけんなよマジで、何の意味もねえじゃねえかよ。足遅すぎ。
いつもの回で言ってるかもしれない。毎回言ってるねこれ。本当に足遅いんだこいつ。こいつふざけんな。ステルス化やめてほしいマジで。カンネーターは俺のことよ。楽しもうぜ。よっしゃー。マジ怖いなこいつ。ここだけ護衛兵援護にしよう。やっぱ危ない。怖い時はこれよ。ちょっと全然当たんない。いやほんとうざい。ひげおやじの4連撃って感じだ。どこ行ってかんねん。当たるか。瀕死になれば OK。 よし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 、これは言ったわ。死ぬなよ味方。落としたことか。ドジ踏んじまったぜ。頼む耐えてくれよ。これまでかとか言うな。頼む耐えてくれ。援軍は来ぬか。こいつらマジ弱えな。頼む孫将耐えてくれ。孫栄だ孫栄。孫栄頑張れ。しかも俺コブ太鼓持ってきてねえからさ。孫栄大ピンチ。孫権は味方の配送心配ないとか言ったけどやべえわ。全然やべえわ。まずね、式8っていうのがおかしいんだよ、ほんと。バランスがおかしい、このゲーム。耐えろ味方。オッケー。たちよ、あとは頼んだぞ。
よし、これで合皮新城包囲戦の全員生還はクリアですね。いや最後危なかったね。いや普通にね弱えわ味方が。これは援軍も弱いもんな、全部弱いもん。危なかったねこれ。で今回は NG シーンありませんのでこのまま終了とさせていただきます。よし、これでね、天意の武装モードシナリオ味方全員生還達成クリア終了となります。まあプレイの感想としましてはね、まず一つ言えることはね、天意の足遅すぎ、あと攻撃速度もこれ結構厄介ですね。これもしね攻撃で立ち回ってたら多分無理だったと思う。まだ新ランドが強くて助かりましたね。ステージ構成も石壁合皮、意外にも石庭が難しかったんで、結構まあ苦労はしましたね。そんなところですね。で、次回はですね、5軍ですね、ようやくあいつの出番ですよ。あの最強と言われるあのキャラの出番ですよ。楽しくてしょうがないわ。ただあのキャラはね、護衛兵なしで全部将全員全部将兵から全員生還を目指すんで、楽しみにしていてください。それではね、次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。